日本が開発した自動車の安全技術である、ペダルの踏み間違いによる、加速抑制装置が国連の基準として認められ、今後の国際的なスタンダードとなることが、11月19日に国土交通省により発表されました。この決定は、今回、スイス、ジュネーブで行われた、国連の自動車基準、調和世界フォーラム、WP29 の第194回本会議において、なされたものです。 高齢ドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違い事故を減少させることを目的とした日本の提案をもとに議論が進められ今回の WP29 で合意に達しました。ペダルの踏み間違いによる加速抑制装置の国連の基準化は日本の交通事故防止技術の高さが国際的に認められたことを示しています。さらに前方障害物に対する検知機能による衝突防止性能も評価され まさに技術立国日本の世界に誇る安全機能と言えると思います。特に高齢ドライバーによる事故が深刻な社会問題となる中、この技術の普及は世界的な交通安全の向上に大きく寄与することが期待されることでしょう。